悔しい。なんで私が、なんで私もこんなに胸を震わせられるの。行け。やってくれたな、オッタル。黒いミノタウロスをいつまで経っても捕捉できなかったのは君たちの仕業だったか。そして今はティオネたちが築いた包囲網にも介入して、全てはこの一戦のために。全ては主が望むままに。ここでも僕は思い違いをしていたわけか。あの猛牛はイレギュラーなんかじゃない。目的があった。たった一つの死闘を、あの少年との闘争を求めていた。アルゴノート、始まりの英雄、そして英雄たちの先導か。オッタル。なんだ。僕はね、フィアナを目指していたんだ。一族に希望をもたらす栄光の光を。知っている。お前はそのためだけに戦っている。ああ、でもそれはもうやめにするよ。僕はフィアナを超えなければならない。彼を見て僕も毒されてしまった。ベルクラネルの真似事は君たちには荷が重いか。か。神々が、世界が真に欲しているのは、計りを壊す英雄なのかもしれない。毒されている？感化されている？わかってる。それでもいい。それでも僕はディムナを葬ろう。偽物を本物にするためにフィンになろう。舞台を引き上げる。え？オッタルたちがここにいる以上何もさせてもらえない。時間の無駄だ。なら別の案件に取り掛かるとしよう。見届けないのか。ベルクラネルがこれから何を成し遂げるのかもう分かっている。僕たちが最初に見たミノタウロスの戦いの時もそうだった。僕も賭けに、いや、冒険をしてくるとしよう。